こんにちは、山下エギングマイスターの川上です。今回ご紹介するのは船からのエギング、ティップラインエギング。船からの投げるキャスティングとは違って、水深20メートル、30メートル、40メートル、時には80メートル、90メートルといった深場も狙います。特にアオリイカは冬場、水温が14度台、15度台、そういったあの寒い時期になると深場に落ちていきます。そういった深い場所のアオリイカを狙い撃つティップラインエギング。今回は船からの重たいシンカーを使った、重たいエギを使ったティップラインエギングをご紹介します。よろしくお願いします。ティップラインエギングで使うタックルなんですけど、まずロッドはこのキャスティング用の通常のエギングロッドよりもかなり短いものを使います。長さにして約5フィートから7フィート、大体 1.5 メートルから2メートルぐらいまでの方が、こういったの船の中でもしゃくったり、何かトラブルがあった時に糸絡みを直すとかの、そのメンテナンスがしやすいですね。で、取り回しもいいので、ティップラの方は大体7フィートぐらいまで、2メートル前後までが多いですね。で、一番の特徴は、そのティップ、穂先なんです。通常のエギングロッドが割と、ティップがこう割とあのパラボリック、全体的に曲がるようには作ってて、穂先も柔らかいんですけど、ティップラに比べると少し太いんですね。で、加えてこうティップラのロッドっていうのは線形がかなり細いです。穂先のだからイカがかかった時にこういった極端な曲がり方でも当たりが取れるように設計されるんですね。で、かつ重たいエギをしゃくるので、ここのバットの部分は強めです。で、この繊細な穂先な分、イカの当たりは戻る当たりとか震える当たりとか取りやすいんですけど、どうしても強度には欠けます。なのでフルキャストをしない、しゃくるときはロッドのこのバットの部分を使ってしっかりしゃくるとかですね。このティップランの専用のロッドを使うことによって、今までこの分からなかったイカが触れるとか、ちょっとあのタッチするような、こういったあたりも取れるようになります。で、リールはショアのエギングで使っている2500番から3000番ぐらいの同じサイズで問題ないです。で、ラインのボスはだいたい 0.65 を基準に、深いところを狙うときは例えば根掛かりのシンクパイがあまりなければ 0.45 とかでも結構です。もう基本は 0.65 で、根掛かりの多い場所だったら 0.85 もしくは1号でもティップランをすることは可能です。ティップランエギングは船を風に任せてこのドリフトさせながらツルツリです。なので、あの投げなくても常に船が移動していくんで、新しいところにエギが入っていくんですね。で、広範囲を流す範囲、広範囲を探ることができます。で、水深のあるところを狙うのと、あと船が流れていくんで、どうしてもエギは重たいものを使います。ティップラインエギング専用のウエイトが重たいシンカーを使います。エギを TR で、ウエイトが 30g あって、この 30g でもし着底が取れなかった、もしくは流れるスピードが速くてしゃくった後にエギが次着底しない、そういう時にプラスになるシンカーを使います。こういったシンカーを使って強制的にエギを沈めて、その自分が釣るポイントできちんとあの着底が取れるウエイトを使ってください。基本あの水深と同じグラム数を使うのが基本なんですけど、それでもあの風があったり波があったり、あと流れるスピードが速かったりするので、状況に応じてこのシンカーを足して使ってみてください。で、ティップラインエギングの投入なんですけど、こうまずキャストはしません。船の真下、もうすでにいい場所についてるんで、船の真下にエギを入れてラインを送り込んでいきます。で、この時にリールが放出する糸を手で軽く抵抗かけながら落としてあげると、割と糸がまっすぐ落ちて、かつ
エギが着底した時に船が流れていても糸が出ていくスピードが変わるんで、ゆっくりになったり止まったりっていうのが分かりやすいです。で、一定のスピードで出ていくラインがエギがそこにつくとゆっくりになったりもしくは止まったりします。で、この着底を見逃すとまた船が流れているんでどん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 糸が出ていきます。で、着底したら3回から5回もしくは8回10回でもいいんです。エギを上げてしゃくり上げてショートジャークでしゃくり上げて止めます。で、この時に船が流れていくんでエギが水平に移動しているかちょっとずつ上がるかもしくは潮によっては下がっていくんですね。で、大体この止めてる時間は5秒から6秒ぐらいです。その間に当たりがなければもう 1,2 回しゃくってまた待つ。で、この時にラインテンションが張って竿の穂先、ティップの部分を注視してください。イカの当たりがあれば曲がっていた竿が戻るもしくは竿が引き込まれる、そういったあの糸が震えるとかいろんなサインが出ます。で、いつもと違う何かがあれば力強く合わせていく。合わせないとイカにかからないんですね。フッキングしないん で当たりがなければ糸をもう一度出してエギを送り込んでいきます。これ竿を待つ角度は横でも上でも下でも大丈夫です。ただロッドの穂先のカーブが見えやすい位置を常に確認してください。ラインと穂先ロッドの角度が90度の方が見やすいですね。で、これずっとしゃくって着底する、しゃくって着底させるっていうのを繰り返しているとどんどん自分とエギが離れていきます。で、ラインの角度がどんどんこう緩やかになっていくんですね。で、そうするとエギをしゃくってもあまりエギが跳ね上がらないんです。で、根がかりのリスクも高まりますから糸の角度が少し離れていったな、45度より向こうに行ったなと思ったら一度回収してまた真下に入れ直してください。そうですね。で、深場を狙うときにやっぱり光が届きにくいので割とあのローライト夜に使ってたり夕間詰めに使ってるカラーが深場では割と幅広い時間使うことになるケースもあります。あのティップランでも、まあ、エリアによりますけど日中でもやっぱり赤テープ使ったりとかあと夜光使ったりとか、このショアカラーだと割と光量が落ちた時間帯に使うカラーがこう長時間使う機会が多かったりするのでもちろん狙う水深にもよるんですけど、太陽が真上にあっても少しあの潮が濁ってる時っていうのはどうしても水深深くまでは光が届きにくいので海底近くではローライトのコンディションになるんですね。で、このラトルタイプとラトルのないものあるんですけどこれはもうあの状況によって使い分けてください。例えば水が濁っている時とか水深が深いところもしくはその場について1投目とかの時は割とアピールの強いものを入れて反応がなければノンラトルの方エギオ TR の方に入れていく。で、音のタイプエギオ TR サーチの方が反応良ければそのまま継続して使ったりとか、このカラーだけじゃなくて音のあるなしのローテーションというのも非常に有効です。水深によってはもうほとんどあの着底がわからない水深もしくは風の強さ潮の速さもあるんでこの TR エギオ TR 進化もしくは普通のノーマルタイムキャスティングで使うエギにも装着が可能です。で、水深に合わせてこのシンカーをウェイトをいろいろ変えて自分が着底を確認できる重さにエギをしていきます。で、シンカーはこうはめたらこの状態だとぐらつくんですね。なので付属のこのビニールバンドを使って固定していきます。これでシンカーがぐらつきません。通常のスナップ
こう先が曲げてあるタイプだとちょっと通しにくい部分があるんで、エギオ TR スナップならこの先も曲げてあって、このそれであのボディに絡めて、スナップのボディに絡めて止める仕様になってるんですね。先端がまっすぐなんで、こういった狭いシンカーをはめたようなエギの合いでもしっかりまっすぐ簡単に通すことができます。着底が分かりづらければウエイトをどんどん足しても結構です。で慣れてきたら自分が着底を取れるギリギリの重さにした方がイカは釣りやすいです。起きたよ、 OK。 本当に当たりが小さいんです。震えるような当たりだったり、あのティップがほんの少しだけ数ミリ動くような、でいつもと何か違う動きがあれば必ず合わせるようにしてください。で必ずこのやり取りしているときはあのポンピングはするんですけど、あのラインテンションは緩ませないように、必ず糸のテンションはキープしたままやり取りしてください。オッケー。うで、ランディングの際、これ取り込む際は小さければ抜き上げてもいいんですけど、沖で釣ったオリイカって割とあの墨をたくさん吐くんですね。なのでネットがあると便利です。でネット入れる際は必ず前からではなくてイカの後ろから入れてあげてください。前から入れるとイカがネットにびっくりして急に走り出したり墨吐いたりします。なのでイカの後ろから入れます。でイカを止めてしまうと、こう止めた状態だとこう分かります、イカが立つんですよ。そうすると非常にネット入れづらいんで、必ずアングラーは竿を少し横にずらしながらスライドさせるとイカが横になるんで後ろからすくいやすいです。ゆっくりとイカを移動させながら後ろから入れてあげる。ここで水深30メートルから40メーターぐらいなんです。そういった深場でもきちんとこうアオリイカっていてしっかりエギを追うんですね。でショアのエギングに比べて当たりはものすごく小さいです。なのでテンション張って待ってる時にラインが震える、ティップが少し戻る、ティップがちょっとだけ弾かれるような当たりがあったら、何かあったら常に合わせるようにしてください。それがイカのサインなの でいろんな変化に合わせていくことによって、あ、これもイカの当たりなんだ、これもイカの当たりなんだというふうに自分の中でどんどん引き出しが増えていきます。そうですね。でどうしてもその船が出てる間に満潮前後にかからない時はあるんですけど、岸からの釣りだとやっぱり潮が高いその前後は一番有望ですよね。でも沖に出てるとそのいいポイント、水深のあるエリアで狙えるんで、実はその干潮の潮止まり前後、潮がよく動く時間帯もいいそのプライムタイムになってきます。私がよくやっぱり狙うのは潮が効く満潮の上げの潮止まり前後、あと下げの潮止まり前後ですね。とにかく潮がよく動く、潮目ができるとか潮のよれができるタイミングっていうのはやっぱり休まずやってますね。まあ操作性とそのエギオ TR 自体がそのティップラン専用に設計されてるんで、動きとか着底とかそういったものは取りやすいです。もちろん普通のエギにシンカーをつければそれはティップラン可能ですし、ただ深場を狙うときはもうどうしてもその TR の方がそのもの自体の自重が重いので、
シンカーを使ってのそのエギのウェイト調整っていうのは幅がありますよね。船の流れるスピードとあの潮流、例えば必ずジップランはその風を正面に受けてこう船をこう流していくんですけど、潮がこう流れる、船が流れる方向と反対側の時って割とテンションがきつく決まりやすいんですね。でそうなると連続したこういうショートジャークだとエギがまっすぐにしか上がってないんですよ。なので少し変化を持たせたかったらシャクルテンポをゆっくりめにしてあげるともっとエギが速い潮の中で戻ってくれるんで。来たよ。今ゆっくりしたテンポに変えたら急に当たりましたよね。だからシャクイのリズムを変えてあげることで今まで反応しなかったイカが反応してくる。エギオー TR サーチ、ラトルのモデルですね。ノーマルタイプとこのラトルのタイプを使い分けていくことで、群れがたくさんいる中でもその手を使う個体、手を使わない個体があるんで、どんどんエギはチェンジしていった方が反応が得られると思います、ね、綺麗な折り方。これあのボートのキャスティングでも岸のエギングなどもそうなんですけど、当たりがあったりバラしちゃったと思ったらもうすぐに回収しないで、必ずあのフォローの2回3回のこう入れた時に、あーバラしちゃったなーで、あーじゃなくて最後にちょんちょんと入れてまた待ってあげてください。そうすると群れで何倍か来てる場合はその他の群れがあの個体がアタックしてくれたり、もしそのバラしたやつが墨吐いてなければもう一回来てくれるんで、これどんなエギングでもそうなんですけど、バラしたなと思ったら必ずちょんちょんと2回3回の弱いジャークを入れて待ってあげる。そうするとまたヒットにつながるんです。そうですね、これはあのよくロッドの穂先の破損だけじゃなくてやり取りの際にも合わせの際にも有効なんですけど、ドラグの強さっていうのはしゃくったらあのずっと出ていくぐらいの、普通にこう割とルーズなドラグなんですよね、の方があのしゃくった後にエギがその前に残りやすい。あと合わせた時にイカが大きかった時にラインブレイクしにくいで、ロトも破損しにくいです。だから割とあのドラグの強さっていうのはフルドラグよりはしゃくったら出る程度の方がイカをかけた際にもロトに対してもメリットがあると思います。で合わせもこうショアのように真上にやってしまうとどうしてもこう角度がつくじゃないですか。ロトに真上にしてしまうと折れやすいんですね。このぐらいやってもあの穂先は折れないんですけど、どうしてもこれ以上負荷かけると折れやすいので、真上よりは割とあのバットを水平に上げるようなイメージですね。肘を上げるような手首を使ってピュンと上げるのではなくて、割と肘を入れて合わせてあげる、まあ、横方向で待ってる場合はそのまま横にスライドするとかですね。どうしても当たりがわからない、あのイカの当たりがどういう当たりかわからないよ、釣れてるんですけどなんかあの釣ったっていうよりはいつの間にか釣れてたっていう感覚の方は、最後あのしゃくり上げて待って次のしゃくりに移行する前に一度こうしゃくってください、強めに。そうするとそれが合わせになってフッキングになって、次にもっと釣れた時に
何か起こってないかなって、その自分が気をつけるきっかけにもなっていくんで、必ず落とし直す前に少し小さなしゃくりっていうのを入れて僕は落とすようにしてます。本当にこれアオリイカですかっていうような当たり方するんですよ。もうグンと入ってイカみたいな、もうこれは明確にイカだっていう当たりもあれば、もう魚みたいにコツっていう当たりもあるんで、本当に岸からエギングしているのとはまた種類の違う当たり方があると思います。そうですね、まあ、でも例えば根の上に船をつけて糸が立ってても、その上げて落として、そのサイトフィッシングと同じですよね。そういうことはできます。船によっては、あの船を潮に風に立ててしまって、真下でその糸がまっすぐ落ちるようにやってる船もありますし、もし船が流れなければ少しエギを軽くしてシンカーを外したり、もしくはノーマルのエギに 15g のシンカーとか 10g のシンカーをつけて少し投げるのもありです。強制的にその船が流れる環境を作ってあげてしまうんですね。やっぱり流れる流速もあの1ノット以下の方がやりやすいかもしれませんね。1ノットぐらい、うん、僕は 0.6 ノットぐらいなんですけど、 0.6 ノットから0.8 ノットぐらいが一番やりやすいなというふうに感じています。やっぱり流れていた方が次々にエギが新しいポイントに入っていくんで、うねりが高い時ってこうかわしにくいですよね。でも例えばあのなるべくこう待ってる時にしゃくり上げてこうステイする時に強制的にこう引っ張ってしまうか、あるいは待ってる時にそのアップダウンでもその竿がなるべくこうあのそれに巻かれないように少し柔らかく持ってあげて、この波の上下を吸収するような形でやってあげたりとかっていうのありますけど、極力うねりはない方がいいですね。うねりがあるんであれば、その風裏になるところに船をつけて静かなところを流していく。どうしてもうねりがあるとあのイカがエギを触りにくいのと、触っても当たりが取りづらいんですね。非常にマイボートとか持ってらっしゃる方はそのポイントをについてどのくらい流せばいいのかって考える方もいらっしゃるんですけど、基本的にはその魚とかがよく小魚がつくようなその大きな岩沈んでる根とか、そのブレイクラインですね、そこを打って反応がなければどんどんポイント移動した方がいいです。例えば1キロ流して釣れてもそれってもうポイント外れてるんで、その自分が知ってるポイント、ブレイクとか根についての何回か流して反応がなければ次のポイントへ次のポイントへっていった方が結果どんどん範囲数が伸びます。今はこれが40m 線、はい、今ここに芝根があって、その続きの根がここにあるので、はいはい、見えないけど、あの東進線はこうなってるけど見えないけど、ここに根があるので、はい、魚もでこっから落として今こう流してる、うん、でもうじき 40m より深くなるからそこですもうあとは砂地になっちゃうから、はいはい、だからそこのところでここは根に沿って流れるような潮の時の方がいい、うん、根の上にこうかけると根あかりしたり、はいはい、きつい、あんまりきつい潮にはないよね。ちょっとふんわりしたマウンドみたいなところで棒が入ってるような感じのところにイカがつくみたいな、大体根に沿って等身線同士の中たちでうまく風と潮がいけば流れやすい、釣りやすい。マイボートの人がこう流すときにまずエンジン止めて流れ方を
流れる方向を確認して、その根のどういう風に通るかなっていうのを見て流した方がやりやすいってことです。今これ GPS だから、はい、自分の線位置がここで、この矢印の方向にゆっくり流れてる、うん、はい、こっちで見ると 0.5 ノット、うん、流れてる。最初のポイントはここで、はい、朝こう流れてたから、うん、ちょうどこの根の位置をずっとやって、ここら辺でポツポツと乗った、はい、水深がちょっと変わるようなところ、こういう方向で、はい、潮はこう、風はこう、はい、それの強さの比率でこういう風に流れてた、だからこれがどういう風に流れるかを自分で判断して、はい、潮と風を読んで、そしたらどこの位置に落とせばいいか、はい、分かってる、うん、それがうまくできるようになると僕詰める。旅団で今はもうこの根の外れ来た、うん、今の位置ここもう 40m 来た、はい、40m 来てもうこれ過ぎると平らな砂地、はい、そういうとこにはあんまりいない、うん、だからそしたらまた登って、さっき落としたとことちょっと筋を変えて、うんうん、さっき乗ったらよく乗った流しがあったら同じところを流して、はい、もっとキャッチする、うん、それがあんまり釣れなくなったらそのちょっと脇をこう流す、はい、ちょっと前脇を流すというようなことをやってれば大体平均釣れるようになる、うん、もう 30m、40m といった深場でもこう大きな群れを捕まえられればこう数釣りができるんですよね。通常のエギでは沈められない、攻められない水深で、ショアからでは届かない、こういった場所を数多く打てるのがこのティップライニングの魅力です。